にちは、ルナです。今日は疲れた日の過ごし方を紹介していこうと思います。私がね、疲れたって日お家でどんなことをしているか。はい。でね、今実家にいるんですけど、ちょっとお仕事をしにこっちに帰ってきていて、そう、もうね、結構バタバタしてて、今日も疲れたっていう感じなので、はい、そんな疲れた日の私の過ごし方を紹介したいと思います。ではスタート。ちょっと私ね、ダイエット中なので全然ご飯を食べていなくて、久しぶりにパスタを作りました。和風パスタを作りました。はい、豚肉とキノコとほうれん草が入った和風だしが効いたパスタを作ったんですけど、今日はね、食べるぞということで、ダイエット中なんですけど、パスタを食べたいと思います。そして私、実家にいるので、パソコンでネットフリックスを見ながら、いつも通り、もうね、このね、パスタが大好物すぎて、そして自分で作るパスタが好き。いつも味変でこの中に梅干しを入れるんですよ。めちゃくちゃ美味しいんで、皆さんも和風パスタ作るときは最後の方に梅干しとか入れてみてください。めっちゃ美味しい。ティーちゃん、ママの帰り待ってます。チャーちゃん、このうちんち人が反応してピポンってなるからさ、ティーちゃんがさ、こうずっと待ってね。こんな感じで、今日は私は好きなものを食べる日です。はあ、疲れた。帰ってきたね、ママたち。はい、これ、お座り。お座り。ティーちゃん行こう。ティーちゃん行こう。お座り。チャーちゃんお座り。お座りして。お座りして。お座り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 。待ってるよ。よし！美味しいですか？おいしい、おいしい。はい、2匹のワンちゃんです。ティティとチャチャです。はい、かわいいです。チャチャ、この茶色い方がチャチャでメスです。で、ティティがオスです。仲良しです。はい、今日はね、お仕事終わりに久しぶりに私の通ってた高校に行って、そう、久しぶりに学食を食べました。めちゃくちゃ懐かしくて、そう。しかもね、学校がね、めっちゃ綺麗になってて、なんか懐かしいっていうよりも、綺麗っていう感じでびっくりだった。ちなみに、学食、唐揚げ弁当の、ケチャップとマヨネーズがけをしました。高校生の頃やってたやつ。はい。でね、最近さ、ルナね、グラビティっていうアプリを始めたんですけど、このね、アプリはね、平和で自由なアプリなんだけど、始めるときに性格のね、丸分かり心理テストみたいなやつがあって、ちょっとここに載せるんだけど、それもなかなかユニークで面白かったです。で、早速さっき可愛い写真をアップしました。じゃじゃん、こんな感じ。かわいい。しかもね、早速ね、いいねが4件も来てます。で、新着画面。早速新着画面がこんな感じになってます。コナン、金曜ロードショーコナン見てるんですね、とか。めちゃくちゃ平和な SNS なんですけど、インスタとかツイッターとかはもう知ってくれてる方が、そう、多くて、あんまり自分が思ってることとか、つぶやけない感じになってるので、最近はグラビティでゆったりとつぶやいたりしております。しかもね、匿名でフォロワーとかも表示されないので、それもね、気にし、なんか数を気にするとかもないし、映えなくていいので気楽につぶやけるので、私的にはなんか心地いいなっていう感じです。で、
実際の今の私の気持ちつぶやいてみます。あ、いいね来て。こんな感じでつぶやいてみました。でね、アプリの中の人たちはみんな優しい印象で、共感したりゆるく楽しめるアプリだなっていう感じです。もう最近ね、寝る前とかね、グラビティ見て、みんなこんな感じで思ってるんだみたいな感じで見てる。見つけるのとこでね、こういう風に星が、惑星みたいな感じで星が出てきて、こうやって星をやると人が出てくるみたいな感じ、すごい不思議だよね。新鮮なんですよ、面白くて、ちょこちょこやっております。はい、お風呂前に SNS を見たり、ワンちゃんと遊んだり、美味しいご飯を食べたりして、これからね、お風呂に入ってしようかなって感じだよね。チャーちゃんが来てくれました。チャーちゃん女の子だよね。舐めないで。お座り、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 よし。あー、もうやばいよ。ティーちゃんはいい子だけど、チャーちゃんがまだできない。お風呂上がって、私のプロデュースしているパックをしています。あ、疲れた。本日の寝る前のお茶、お通じが良くなるお茶。はあ、グラビティめっちゃいいね。てる。はい、こんな感じで私の疲れた日の過ごし方でした。いかがだったでしょうか。はい、もうね、私はこんなね感じで疲れた日はダラダラと過ごしております。はい、ちゃんちゃんとティーちゃん、はい、こんな感じで今日も愛犬たちと仲良く寝たいと思います。ね、日よしもいつもありがとう。はい、ではおやすみなさい。おやすみー。